マリーンズファンとは、日本のプロ野球球団、葉ロッテマリーンズのファンのことである。ロッテファン、マリーンズサポーター、ロッテサポーターとも言われる。本校では、前身のロッテオリオンズ時代のファンである、オリオンズファンについても記述する。ビッグフラッグを掲げる、ファン一般的に、マリーンズファンは、プロ野球ファンの間でも、とりわけ熱い応援であると言われている。 千葉マリンスタジアムのライト側外野席でのサッカーサポーターを参考にした応援パフォーマンスはマリーンズファンの最も大きな特徴の一つでありしばしばマスコミでも取り上げられる中でもライトスタンドのほぼすべてを覆い隠せるほどに大きな26マリーンズイズマイライフの横断幕は千葉マリンスタジアムの名物となっていたプロ野球応援の中でもいち早くから ユニフォーム着用での応援、メガホンを使わず、手拍子、大きな声で選手を後押しする、といった取り組みを行っていた。また、ジャンプ、タオル回し、フラッグなどの応援が、特徴的である。外野応援席は、本拠地球上では白、ビジター球場では、黒といった選手と同じユニフォームカラーで染まる。ライトスタンドに座るためには、早めに並ばなくてはならず。 週末の試合では、レフトスタンドのセンターよりもマリーンズファンの白でいっぱいになる。その際には、試合開始前に警備員がビジターのファンにレフトスタンドのセンターよりに座ることを控えさせていた。2007年からは、レフトスタンドのセンターよりもあらかじめホーム、応援席として定義されるようになった。この他にも一塁側の内野指定席では平日でも、ほぼ満員。 さらに三塁側でも阪神戦などを除き、ほぼ大半がマリーンズファンで占められるなど、かつての低迷期かつファンが少なかった、オリオンズ時代には想定すらされていなかったことが起きた。2008年には、球団記録となる160万人以上の観客動員を記録している。ただし2012年以降は、観客動員が130万人を切っている。ビジターにおいては、2005年に、 阪神甲子園球場の阪神戦において、レフトスタンド上段をマリーンズファンによって埋め尽くされたことで、マスコミのみならず熱狂的な応援で、日本中に知られている、ライトスタンド側のタイガースファンからもマリーンズファンの件が話題になった。翌2006年から甲子園では、ビジター応援席が設定されたが、即座に完売したため、2007年からマリーンズファンのために、 ビジター応援席が増席されている。甲子園では2010年を除いて2007年以降、マリーンズのビジター応援席の範囲を最も広い、読売ジャイアンツと同じものに設定している。1991年オフ、ロッテオリオンズは本拠地を川崎球場から千葉マリーンスタジアムに移転した。当時の千葉県民にとってプロ野球といえば長島手芸夫であり、 地元のスターが未だに根強い人気を誇っていた。また、川崎時代から継続してチームは低迷を続けていたこともあり、客足は途絶えがちであった。1993年、サッカー J リーグが開幕し、マリーンズ外野応援団が実際に J リーグ会場に足を運んだことで、応援での交流が始まった。1995年、ボビーバレンタイン監督が就任した頃、 チームとスタンドの一体感を作るため、応援団がハッピとメガホンの使用を廃止し、ユニフォームの着用と手拍子応援を開始した。当時では異例だったが、これが現在までに続く応援の一となっていく。1998年6月12日から7月9日にかけて、球団は日本記録となる18連敗を記録した。7月5日の福岡大英ホークス戦で敗れ、 当時の日本記録16連敗に並んだが、試合後、約200人のマリーンズファンは選手に向けて応援歌を歌い続けた。近藤昭人監督はこれを聞いて、涙を流したという。球団関係者は、当時暴動を予測していたという。7月7日のオリックスブルーウェーブ戦で、当時のエイス黒木智弘が9回にアウトから、同点ホームランを打たれ、延長戦で敗北し、 日本新記録の17連敗となった。その試合後、球場に残ったマリーンズファンは、マリーンズ俺たちがついてるぜ、という横断幕を出し、選手を激励した。連敗期間中、堀光一を筆頭に、アンダを打った際に、ファンへ手を挙げる儀式が始まり、今日まで続く、ロッテ選手の伝統となっている。また、後にマリーンズファンの代名詞ともなる。 タオル回し応援もこの頃から始まったと言われている。この後、特にライバル視していた西武ライオンズとの試合では、芝生である西武ドームの外野席にて密集して応援したり、西武には負けられないといった限定応援歌が作成された。2002年オフ、マリーンズファンが毎日スポーツビト賞文化賞を受賞し、その賞金を使い、26マリーンスイズマイライフのビッグフラッグが作成された。 2003年本拠地開幕戦で披露して、以降、不定期で掲出されるようになった。2005年、千葉マリンスタジアムもよりである海浜幕張駅のメロディが球団かウィーラブマリーンスに変更されるなど、球団がファンサービスに大きく力を入れるようになった。また、チームは前年に復帰したボビーバレンタイン監督のもと、順調に勝ちを重ねていった。 この年に開始された聖パ交流戦では、セリーグ各チームのファンが初めて目にする、マリーンズファンの応援を見て驚いた、という逸話がある。シーズンを2位で終え、プレーオフに進出する。10月17日の第2ステージ第5戦で、レフトスタンドのマリーンズファンは、ビリーブという髪を掲げ選手を応援した。9回に、小林正秀が上がった際、保守の里崎智也はこのシーンを見て、 自分自身を信じられるようになったと語っている。その後、チームは日本シリーズを無傷の4連勝とし、日本一となった。その年のオフ、千葉市よりマリーンズファンに対し特別感謝状が贈呈された。2009年に発生した問題により一部の応援団が撤退。2010年に2004年までマリーンズの応援をリードしてきた元応援団員の陣としおが、 応援団長として復帰し、8割方の応援が変更され、2015年までに2009年以前の応援歌はほぼ変更されていたが、2016年シーズンから MVP 時代に作成された一部の選手応援歌やチャンステーマなどが復活することになった。しかし、結局シーズン途中で使用中止となった。7回のイベント時のマリーンズファンロッテは、千倍天後、 川崎時代及びそれ以前とは、打って変わって、球団運営に積極的な方策を取るようになって、若年層のファン獲得に成功し、さらには1995年には10年ぶりの2位になったこともあり、老若男女問わず大幅に、マリーンズファンが増加した。芝居転してから6年後の1998年途中から2009年までの、マリーンズファンの応援スタイルも、 若年層ファン及び女性ファンが大幅に増加したこともあり、これまでの応援スタイルを排して新たなスタイルになった。この応援スタイルはゲート横に陣取る応援グループ、マリーンズ・ビクトリー・プロダクションズと親交の深いウルトラス日本のメンバーや J リーグ各チームなどのサポーターの影響を強く受けていると言われ、応援団自身も公式にサッカーや アメリカンスポーツなどを参考にしたことを認めている。ボンボネラ、ラボナのような本来はサッカーのサポーターへ向けたファッションブランドからも例外的にマリーンズファンへ向けたファッションアイテムが出回っているという側面もあり、サッカーの影響が色濃い。具体的には以下の点が特徴として挙げられる。こうした応援スタイルは読売ジャイアンツなど多球団の 応援スタイルにも影響を与えており、特に、レプリカユニフォームを着ての観戦は、他のプロ野球11球団でもすっかり定着している。大阪近鉄バファローズの名物応援、タオル回りは、タオル回しは、かっこいいが、これをそのままやるとパクリになるからという理由で始まった。近年の日本の高校野球でも、応援歌が新球問わず頻繁に使用されている。ジェット風船については、 白色の風船に統一している。勝利時にも飛ばす場合あり。マリーンズファンの背番号262003年3月31日の本拠地開幕戦で前年オフに毎日スポーツ人賞文化賞を受賞した、賞金で作成した26マリーンスイズマイライフ横断幕が初めてライトガイア席に掲出される。それ以降、ファンの間で背番号26を ファンのものとする動きが起きた。そして、千葉ロッテマリーンズ球団も2005年以降、背番号26を、ファンのための背番号とし、準永級決番としている。実際に、2004年に、坂井康氏が対談して以降、誰も着用していない。背番号26の由来は、日本プロ野球において、出場選手登録メンバーのうち、 実際に試合に出場できる試合前に指名された人数が25人であることによる25に次ぐ26番目の選手の意からロサンゼルス・エンゼルスの永久欠番になっているチーム創設者ジーン・オートリーの背番号26も同様の理由から制定された試合中はダグアウトの壁にセネームがなく背番号26だけがついたユニフォームをハンガーでかけている 試合後のヒーローインタビューでは、選手やマー君がそのユニフォームを掲げるなど、選手は常に、ファンと共に戦い、ファンへの感謝を表している。2006年以降チームのファンクラブ名としている、チーム26もこれに由来する。2005年3月27日の、千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの開幕第2戦において、ロッテが、 楽天相手に26から0で勝利するという偶然があった。2006年に千葉マリンスタジアムの命名権をロッテが買い取る構想があった際、スタジアム名をロッテ26スタジアムとしていたものの、命名権購入計画が頓挫したため実現しなかった。他にプロ野球チームでファンの番号を制定しているチームとして楽天の背番号10。 クリーブランド・インディアンスの背番号455などがある。2009年シリーズ終盤、フロント陣が経費削減方針を取ったことについて、ファンに対する侮辱と受け取った、千葉ロッテ・マリーンズ外野応援団によって、外野スタンドにフロント陣を名指しして、死刑などという通列な言葉を使用した横断幕が掲げられた。当時球団代表だった瀬戸山隆三によると、 瀬戸山シねという横断幕もあったという。これに対しヒーローインタビューを受けていた西岡剛が子供の夢を壊すような横断幕は下げていただきたいというお願いをガイアスタンドに向けていった。これに反発した MVP は翌日の試合で西岡の打席中に祝110本安打達成、二日酔いで試合サボり、夢を語るスピードスターなどと西岡を 希望中傷する横断幕を掲げ、応援をボイコットした。ボイコットされた応援の代わりに、多くのファンから自発的に、強しコールが湧き上がり、監督のボビー・バレンタインもゴーコールに合わせて手を振る姿がテレビ中継で映し出された。試合終盤に差し掛かるとこれらのコールも MVP に妨害されるようになったが、対戦相手のオリックス・バファローズの応援団までもがゴーコールをし始め、 完全に MVP を無視しての応援が行われる事態にまで発展した。さらに一連の妨害行為を繰り返した MVP へ帰れコールが出るなど終始異様なムードが漂う試合となっていった。9月29日の西武戦では西岡に対して通常の応援が行われ、ホームでの最終戦となる10月6日は不測の事態に備えて警備員が増員されたものの、 心配された騒動は起こらず、球場に詰めかけた2万9千人の声援の中、対談する監督のボビー・バレンタインのセレモニーが取り行われた。この日の試合前に MVP は謝罪を行い、10月7日のシーズン最終戦、クリネックス・スタジアム宮城にて行われる、対楽天戦での応援活動をもって解散することを表明した。ファンと他を分かつことになった MVP は社会人野球チーム東京メッツの応援団として再出発した。2000年代の初期には試合後のスタンドで身の回りの清掃を自発的に率先して行うなどし地元からの表彰歴もあった。こうした動きはゴミの分別収集処理をスタジアム運営側が主導するようになるまで継続されていた。前述の通りサッカーの影響を受けていることから マリーンズサポーターと呼称されたことがあった。日テレの大巨人戦で実況が、レフトスタンド応援席のロッテファンのことを、ロッテサポーターと呼んでいたこともある。かつては敵味方を問わず、好プレーには3時の拍手を送っていたが、応援団を主導するマリーンズビクトリープロダクションズの敵のプレーに拍手をする暇があるなら、 味方の選手のプレーに拍手を送ろうという方針から2009年までは自粛傾向にあった。相手ピッチャーが牽制球をした場合には構わずブーイングをすることが2005年の優勝時前後を皮切りに徐々に問題になっていた。かつては敵味方を問わず問題のあるプレーに対して行われた行為だったが、ロッテファンは敵の牽制にブーイングするのが流儀という誤解が広まり、 緊迫した場面でのたった一球の牽制球であっても、内野席のファンまでもが反応するような事態になっているという状況が起きた。こうした動きを受けて、2007年のマリーンズマッチカードプログラムには応援団からのお願いとして、牽制時のブーイングをやめようとの呼びかけが掲載されるようになった。このか、完全優勝記念碑でも日本シリーズにおける34人目のプレイヤーとして、 扱われ、レリーフがはめ込まれている。ありがとうございます。